ジャカルタ古田駅はインドネシアのジャカルタ市の中心部に位置する鉄道駅である。当駅はジャカルタ都市圏の近郊路線網を構築するコミューターラインの最も主要なターミナルであり、利用者数も非常に多く、特に朝、晩は多くの通勤、大勤客で混雑する。1887年開業という長い歴史を持つ当駅はかつてはジャワ島内各地を結ぶ 長距離列車のターミナル駅としてインドネシア鉄道市と共に長らく機能していた。しかし、1990年代後半より、同駅発着の長距離列車は徐々に削減され、エグゼクティブクラスを主体とした優等列車はガンビル駅にビジネスクラスやエコノミークラスを主体とした定連列車はパサールスネン駅にそれぞれターミナル機能が移行されてきた。 2015年6月までは、西ジャワ州方面を結ぶエコノミー列車やバンドンを結ぶ一部の優等列車など、少数の長距離列車が当駅を発着していた。2017年2月までチカンペック及びプルワカルタへの普通列車が運行していたが、単純プリオク駅発着となった。現在では、長距離列車のターミナルとしての機能は、ほぼなくなった。ただし、 レバランなどの多客機には当駅を始発、終着とした長距離臨時列車が運行されることもある。また、ガンビジュ駅を始発、終着とする一般列車の一部は当駅まで改装され、当駅構内の留置線で車内清掃及び整備が行われる。この駅は19世紀末までバタビア・ズットと呼ばれていた。また、ベテイビアシュスタースパーベングマッチ PG ーーの略で、 ビス駅と通称されていた。英語のイースト・バタビア、エストレント・ランスポーテーション・カンパニーに相当し、東バタビア鉄道輸送会社のことである。メインホール内部初代駅舎は1887年に完成した。駅はバタビアずっとと呼ばれていた。これはバタビア北という駅が近くにあったからである。1926年に駅を一時的に閉鎖して、 駅舎を建て替える工事を行った。駅の設計者はオランダ人建築家、フランツ・ヨハン・ルレンズ・グリゼルズである。駅のデザインは西洋風のものと現地風のものの設置中である。1929年10月8日にオランダ人の総督、ACD でグレイフン席の下正式に開業式典が行われた。 2014年3月に一部のプラットフォームの延長工事が完成。それまで日本製中古車は8連に縮めて運用されていたが、一部で10連での運用が開始された。2015年半ばに開始された12連運用においては、ホームの長さが不足している。2015年12月には、当駅と単純プリオク駅を結ぶピンクラインの運行が再開された。 インドネシア鉄道運行の長距離列車はすべて待機発着となった。ありがとうございます。